はい、こんにちは、トイハッピーです。今回の動画は芋こそに続いて変なカプセルです。ポイズンキノコ、今回こちらも2回回してきました。さあ今回はキノコです。たまにありますよね、セロハンテープがミニ袋にくっついてるの。今回のキノコは毒キノコを食べてしまった人間がこうなっちゃうんだよっていうのを体現してるシリーズだそうです。ミニブックも結構豪華なんですよね。ただキノコに足生やしただけじゃんとか思ったんですが、ちゃんとストーリーがあるみたいですね。ところどころに書いてある悲痛な叫びが結構ツボです。うぎぐー、そんなこと言うのかな。はい、それでは早速中見ていきましょう。まずはこのキノコ、袋から出したらもうこれで OK です。キノコに足が生えてます。スカート履いてるんですね。スカートの中にはおパンツ。なんじゃこりゃって思ったんですが、後から設定見たらああなるほどねっていうのはありました。この子は卵だけもどき子かっこ瀕死の状態ということで、死にそうな状態なんですね。ちなみにこのミニブックの背景はカラー写真になってますので、そのまま背景として使うみたいです。こうやってこのスタイルで置いとくみたいですね。このキノコは食べると下痢、嘔吐、腹痛、数日後に肝臓肥大、胃と腸からの出血、その他内臓細胞破壊が起こり死に至る。怖いですね。変に食べちゃダメってことですね。そしてもう一つ、こちらのキノコはヒメベニテングダケコ、言いにくいですね。ヒメベニテングタケコかっこ腹痛、これもかなりの毒があるみたいなんですけれども、軽く調べた中で食毒不明と書いてあるんですけど、これが大体このキノコは食べた人がまだいないんでしょうか。食べないでほしいですね。毎年ね、毒キノコ食べてどうのこうのっていうニュースは耳にする気がします。台座はそのままはめ込めば完成です。ヒメベニデングタケコかっこ腹痛、相当苦しいんでしょうね。うーってうめき声があります。瀕死の重体に比べたらまだ症状はマシな方なんでしょうかね。このかっこ腹痛ってことで相当お腹痛いんでしょうか。お腹痛い、トイレ行きたい、トイレ行きたい、そんなノリでしょうかね。前かがみ、ワンピースの中では超絶腹痛ですね。一刻も早くトイレに行きたい。一回しめ鯖でヒットしたことあるんですけど、あれも相当やばかったですね。もうジャックポットすごいですからね、トイレ。それでも治らずに症状が進んでしまうと瀕死の重体になるわけですね。見る分には綺麗なキノコっていうのはいっぱいあるんですけど、実際食べると危険なのってかなりあるので、知識がない時は本当に手を出さない方がいいですね。このツヤといい、ツヤ消しのヒダといい、かなり忠実にキノコしてます。相当お腹痛いんでしょうね。全身鳥肌のガクガクブルブル、そんなキノコでしょうか。変なもの好きな人には結構いいアイテムかなと思いました。ポイズンキノコ、毒キノコですね。なんか同じ形が2種類ずつあって全部で6種類なので、あともう1個の種類、重度の腹痛っていうのが欲しいかなと思いました。順番的には腹痛、重度の腹痛、そしてこの瀕死の重体ですね。もし変なキノコ見つけても食べないようにしてくださいね。以上、トイハッピーでした。